メガネちゃんコーディネートシリーズ、今日はね、秋口に新しく、手に入れた、シリーズを新規織り交ぜながら見せていきたいと思います。一発目はね、これ今季のシプリームのセットアップです。これね、よく代々木公園に散歩に行くときにちょうどなんかいいというか、キャップは宮下君が送ってきた MLB コラボシリーズ I am the Yankees。 最初からこのシールを裏に貼ってるところがポイントだった。さすがやっぱ宮下君こだわってたな。で、細かいところもね、この辺のステッチワークとかもすごくいいんだよね。これね、スタイリッシュジャパンで以前作った、ポーターとコラボ、吉岡さんに作っていただいたこのショーダーバッグが、公園とかだと散歩だとなるべく手ぶらでの感じでいきたいんで、これは非常に、重宝してます。もうちょっと時期が寒くなったなと思った時に、テンダーロインのこの中綿入りベスト、これが非常に重宝しますね。とってもこれはいいです。名作ですね。靴はね、これアシックスワンオブロックの、ボーカルタカ君がアシックスと、共同開発、5年ぐらいの歳月かけて長い時間ステージ上で、履いていても全く疲れないっていうのをそれでできたやつ。今までこういうデザインのスニーカーってあんまり履いたことないんですけども、これはやっぱり履いてしまったらたまんないですね。歩きやすい、軽い、さすがアシックスとワンオクタカ君の共同開発したとスニーカーだと思います。2コーディネート目、秋っぽくねえんじゃないのという感じなんですけども、この気に入ってるこのデンドロインのこのカノコの、ポロシャツ、これね結構地厚なんですよ。でね、夏場だとちょっと暑いかな。このポロシャツシリーズ、他に白とかベージュ系とかカーキもあったかな。これはヒット作だな。もう一度なんかテンダーロイン西浦さんよく作ってほしいななんて最近も思いますね。下のショートパンツはこれウィリーチャバリアのカーブのショートパンツ、この太さとこの着丈の長さが非常に気に入ってます。真夏だったら白のハイソックスなんだけど、ちょっと黒のハイソックスにしてみました。黒のハイソックスって意外と探すとないんですよね。最近よく言ってる元ピンナップの T 朝くんが新しく出したバウシティでこれは買いました。こういう場合は鉄板の黒白のコルテッソ。キャップはね、これすごい俺この木梨サイクルのデザインがすごく気に入っていて、久々にこの木梨サイクルの、キャップをかぶりました。夕方近くにちょっとどっかご飯でも食べに行こうよと思った時に、先ほどシプリームのセットアップにもの時にも着たこのテンダーロインの中綿入りベストと、こういう感じでどっか居酒屋、最近お酒飲めないから居酒屋も行けないな、でも焼き鳥とか食べに行きたいな。3着目ね、この間ちょっとスニーカーとか見に宮下パークのキース行きました。ウェアの方もすごく興味深くいろいろ見まして、なんか NFL のコラボシリーズがバーッとあったのね。普段からそんなにフットボール好きな人間じゃないんですけども、でもすごくこのレダースのデザインが僕すごく好きで、かなり前にね LA の友人からこのロサンゼルスレダースの時のこのトレーナーいただいたんですね。これがね、どうしても俺手放せない、トレーナーの中の1枚なんですよ。これが頭の中に入っているものだから、この間キースできました。これを購入しましたと。パンツは、今季のラストマンのメカニックパンツね。結構状態高いけど、これは真面目に非常に素材が良くて、非常に履き心地も良く、5、6年はかなり履き込んでいけば色合いの感じも良くなってくるし、2回洗った。でも必ずね、これ洗った方がいい。洗って、当たりをつけて、まず全然当たりついてないけど、ラストマンの結構定番になっていくかな。スニーカーはこれナイキですね。コムデギャルソン、ホームプリスとのコラボシリーズ何回か登場しているけども、まあこういう場合は鉄板的に白黒で合わせた方がいいな。キャップはこれ細川君のセントマイケルのキャップ、同じ白黒なんだけれども、ちょこ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 変えてみると
袖で楽しんでみると。今期、手に入れましたアベーシングエイプの、セットアップになります。この横のラインが非常に気に入りまして、これだったらパンツ単品でも使えるなみたいな。これにさっき紹介したテンダロインのダウンベスト、あの中綿入りベスト着てもいいし、もう一回着てみようか。最多失礼です、やっぱこの感じ合います。ちなみにインナーなんだけれど、これねゲームシャツの中でも俺一番昔に買ったゲームシャツ、洗って洗って剥げちゃって、で着丈も長かったんだけれど、これ切っちゃいまして、これでねゴールドジムによく筋トレ行くときに着てたんですよ。この辺の襟のところもこれも破れたまんまになっちゃって変なネックになってるんですけども、これねすごいよね、これ気に入ってるゲームシャツなんですよ。全体的にゲームシャツっていうのは長めじゃないですか、だいたいこれぐらいまで来るじゃん。その場合こういうセットアップのジャージの上下ってそんなに長い着丈長いやつはないじゃないですか。こう締めてさ着るとどうしてもこれ着丈出るじゃん。インしちゃえばいいんだけれど、なんか自分的にはちょっとこの出るのがね、気になるんで適当にカットオフしちゃって、この長さが非常にハマってまして、またこれよく最近部屋着としてでもこういう時のインナーとしても活躍してます。それでね、このセットアップ、この辺だったらまあ絶対黒無地にしか見えないんですけども、よく見ると、エープの迷彩の柄になってます。キャップは、これも結構最多出演かな、沖縄のラッパーの、ジョージ君の、ジョイント。スニーカーはねジョーダン11、白黒のコーディネートの時にはポイントになるかな。これもね、NFL シリーズキースで買いました。マイアミドルフィンズだっていうか、僕やっぱりマイアミで失踪した因縁もありまして、思い出もありまして、でマイアミってのはすごく引っかかるポイントで、マイアミドルフィンズのこのイルカがマークがすごい好きで、それで、僕のマイアミドルフィンズコレクションなんですけども、結構集めてまして、これはねこれはパーカーになります。古着屋さんとか行くとね結構チェックして、買うんですね。この色合いとかこの、オレンジ系とか拾ったコーディネートにしたいですね。というわけでなんか結構このマイアミドルフィンズものはですね、これとかね、あとねこのシリーズね、かわいいんだ、めっちゃかわいいのよ。なかなか着る機会がないんだけど、これはなんか本当になんかグラフィックが好きで、なんかイラスト買うような気分。10月13日岩田翔吉君の試合にこれ着てきました。見事に産卵の KO です。やったー、これ着てなんか翔吉君が勝って、なんかあ弦のいいトレーナーだななんて思いながら、はい、自己満足でした。キャップはユークヤンキース、これはね、田中将大選手の MTMX のニューヨークヤンキースのキャップになります。下は、スニーカーもそのままになります。それでは6コーディネート目になります。これはね今季セントマイケルの、パブリックエナミーコラボゲームシャツになります。デザインこってりででもなんか可愛いですね。こういう1枚で成立するゲームシャツ、レディメイドでもあったね。上に着るのがもったいないような感じ。これもやっぱりボクシング観戦とか室内のライブデザインとかそういうところに着ていきたいな。下のパンツは、一緒かな。スニーカーだけ今季のエープのシャークだね。これねすごい歩きやすい。キャップも細川君のセントマイケルキャップで合わせてみました。モノトーンバージョンシリーズの中に最後ちょっとやっぱり赤をポイントで入れてみました。このシュプリームのゲームシャツはなかなかこれねインパクトがあるんでそんなに登場しなかったかな。これやっぱ可愛くて大好き。ゲームシャツに合う、たっぷりとしたセットアップは何かな、ないかなと思っていたらリースで回っていた、オノデラボーイが見つけてくれました。シラージっていうブランドでオーバーサイズのシャツがすごく可愛くて、でシャツも全部ワンサイズで作ってまして、なんか非常にアプローチが面白いなと思って、その中でバーッと見たらあれなんだこの黒いスーツって思う。
思いまして試着してみたところ、これがですね、このパンツもね、見てこの太さ、楽なウエストフォームです。この上着がですね、ゲームシャツを着てもここのアームもすごくゆとりがあるんで、ここがすんなりくるジャケットってなかなかないんですよ。ちょうどなんかいい感じのサイズ感なんですね。上まで締めてね、こうしてもなんかちらっとこの辺で赤見えていい感じになるじゃないですか。キャップは今シーズンダメだったな、あいつのダイヤモンドワークス。やっぱ赤黒赤黒でいって、この真っ赤なジョーダンイレブン、これは2、3年前に友人の正樹くんからの誕生日プレゼントです。それでは皆さん、今回は、モノトーンバージョン、ゲームシャツだったり、パーカーだったり、ラガーシャツだったり、そういうのをお見せしました。チャンネル登録といいねと、優しいコメントをお願いします。よろしくよろしくお願いします。